からこうスバルの車乗ってるから、うん、その STI のね、うん、辰巳マジックが受け継がれてるなっていう気はする、うん、これは600台の価値がある。硬いんだけど、うん、品がある、うん、品のある硬さ、はい、狙ったとこですね、うん。続いてはですね、うん、今年1月の東京オートサロンで出展されて、うん、瞬く間に完売しました特別商社ですね、はい、完売しちゃいましたか、はい、いくらで売ってたんですか、はい、これは600万ちょっと。あ、何が違うんですか、600万で、あの、まあ、ベースのベースの WRX-S4 、に対してですね、はい、あの、まあ、足回りはもちろんそうなんですけど、はい、ボディの保護なんかもあのちょっと変化を持たせて。強いんですか。はい、あ、強いというよりもあの締めるところを締めて、うん、緩めるところは緩めるみたいな、うん、ちょっとボディの剛性のメリハリをつけているような、うん、そんなのあるんだ、はい、あの実は我々がニュルブルクリンクに出場しているのもあのこういった特別使用車だったりとか、うん、あともっとノーマルの車もあのいい車にしていくための研究として走ってるんですね、うん、はい、そういったあのそこで得られたノウハウをちょっとこっちによりも盛り込んで、外見は、はい、外観はあんまり変わらないってことですか。そうですね、パッと見あの分かりやすいところで言うとホイールがノーマルと違って、はい、ホイールもやっぱりこうたわんだりするんですけれども、そこのたわみ具合みたいなものもうまくコントロールしてしっかりと四輪がグリップするような、うん、いや、これは600万すんだ、はい、じゃあエンジンパワーも上がってるのは上がってないです、そのままです、はい、あ、そっか、エンジンパワーノーマル、はい、600万だけど瞬く間に完売ですよ、はい、これ600万って数字で入ってないですか。わあ、入ってないですね。なんか欲しいですよね、600万ね、そんないやらしいことしないでしょ。俺やらしいの好きなんでね。だからちょっとね、まあ、分かりやすく、分かりやすく、ね、これどこは分かるんですか。あのリアのディフューザーがついてるよね。ここすごいですね。そうですね、うん、あのこれはアフターのオプションで、うん、あの下回りのエアロと、うん、あとマフラーがついてる状態になってます、うん、はい、はい、なるほど。あとはあの中にですね、見えはしないんですけどボディの保護、あの強さをコントロールするような、タワーバーであったりとか、あと、うん、自転車のスポークみたいにちょっとね、部品同士を引っ張り合うような、はい、ドロースティフナーっていう部品も入ってたりします、まあ、僕よくわかんないんですけども、そうなんだよ、よくできてるってことですね。そうです、はい、一言で言えばそうです。これとりあえずね、ざっくりしてるね。ざっくりなんですよ。いや、でも僕はやっぱこれ600万って入れてほしかった。やっぱね、あのね、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。行きます。足も変わってんですよね。足も変わってます。どっちかというとこう微走だおうと、はい、こう打の入れ始めの反応が、ええとにかくスムーズになるようにっていう、アンダーでもオーバーでもないようなニュートラルステアを目指した足回りになっていて、これだって 4WS じゃないですよね。じゃないですね。そうなんだ。もうなんか硬いんだけどしっとりしてていいですね。そうですね、うん、もうここの意外とあの足回りっていうよりも、ええ、そのボディのしなりのコントロールでこのしなやかさを生み出してるって、そういう作り方をしてるんですよ。そうなんだ、はい、だから実はあの一回スバルの工場から出て、ええ、うちの工場で組むときに若干やっぱりトルク値が違ったりとか、はい、あ、そうなの。ワルトの、はい、へえ、マジか。素直だ。頭の入り素直だね。そうですね、うん、実は穏やか、ご機嫌だとニュルもやっぱりこういう感じなんです。あ、こういう感じなんだ。はい、なるほどね。はあ、いや、足がしなやかだ、思ったより。そうですね、うん、いや、不安要素がない。足が破綻しづらいっていうのがやっぱりニュルでもすごく重要なので、そ
とこだよね。いやー、足しなやかだな。頭がスムーズに入ってく。結構フロントヘビーはフロントヘビーなんですけどね。だから頭の重さを感じない、はい、なんかスーッと入ってくる頭が。そうですね、うん、ここはもう本当にうちの設計陣も相当苦労して作り上げてましたね、うん、いや頭がすんだり入ってくるわこれ。よく曲がるわ。あ、これはびっくり。そうおっしゃっていただいて本当ありがたいです。これは600台の価値がある。あ、へえ。これ2リッター？2.4リッター。4か、軽くあるもんね、はい、はあ、なるほどね。割とね、CVT だってバカにされるのはあるんですけど、全然全然、はい、そこの制御もです ねかなりやり込んでます、ね、はい、はあ、これは乗りやすいわ。なるほどね。どうですか、しっとり。はい、しっとり、うん、硬いんだけど、うん、品がある、うん、品のある硬さ、あ、はい、うん、狙ったとこですね、うん、品があって硬い。そう、それはあれですか、なんか、まあ、普通に乗れるってことですか。いや、普通に乗れちゃう、普通に乗れちゃう。これまあ街乗りで、ね、うん、だからスポーツで今走ったんだけど、うん、硬さは感じるの、うん、ね、うん、だけどその中にしっとり感だとか質感があるから最高じゃないですか。いや、いいですよ。だから言ったんだけど、あ、これは600万の価値ありますね。ありますか。おー、やっぱり600万のステッカーですね。これは STI の狙い通りですか。そうですね、はい、あのやはりニュルブルクリンクのマシンもそうなんですけど、誰が乗っても速くて安全で、うん、快適に走れるっていうところのマシン作りをそのまんまコンプリートカーとか、うん、アフターのパーツにも導入しているので、あの今のインプレッションがものすごい嬉しかったんで、これからも、はい、いろいろやりたいですね。なるほど、はい、昔からこうスバルの車乗ってるから、うん、その STI のね、うん、辰巳マジックが受け継がれてるなっていう気はする、うん、なるほどね。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのケリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。